こんにちは、音楽プロデューサーの安本慎吾です。今回もね、ヴィンテージマイクではなくて今でも気軽に買える超有名な現行ダイナミックマイク、シュアーのこれ SM57、 これでね、音を聴き比べしようと思います。まあね、どちらかというとこの SM57 は楽器録音で使うことが多くて、歌はこれとは違う SM58 って58っていうやつがあるんですけど、それでやることが多いんですよね。でもなぜか今ちょっと58を持ってるんだけど、なぜか今手元にないので、またそれが出てきたら58は58やろうと思います。今回先にね57扱って聴き比べしてみようと思います。でね、考えてみたらこの SM57 使って声は取ったことないんですよ、僕。楽器ばっかり。ギターに、ね、いつもこれ立てて取ってるんですけど、声はね、これで取ったことないんでね、どんな感じで取れるのかすごい楽しみなんですよね。だから、普段はさっき言いましたけど、これはもう、ギターのアンプとかに立てて、ギター取りで使うことがすごく多くて、でもなんかこう、これの独特のこう、ジャリジャリしたね、この音で取れる、のがそのギターサウンドの結構核になったりとかもするんで、よくギターで使うんですけど、でもね、このマイクだけじゃギターのいい音っていうのはやっぱ取れなくて、これの他にもう一本マイク立てたり、まあ複数本立てて、それのこうブレンドでギターの音色は作る感じなんですけどね。でもこれで取れる音も結構ポイントにはなってると思います。最近ね、ちょっともう多分みんなこれ立てるから、まあちょっと違いを出したいなと思って、僕はその421とかも立てたりしたりするんですけど、まあそうやっていろいろ選別はしたりするんですけど、やっぱギターをアンプで取る時のこうマイクっていうのは、やっぱこういうダイナミックマイクっていうのはやっぱり1本あるとすごい芯なる音取れるんですよね。だからすごい重宝はします。でこれ価格もね1万ちょいぐらいなので、こう1本ね持っててもね損はしないマイクだと思うんですよ。結構いいマイクの、まあその有名でもう誰しもが知ってるような SM57 ってやっぱみんな知ってるようなマイクなんで、そういうものってやっぱりいいんですよね。なんで1本持っとくと損はないとは思うんですよね。でなんかダイナミックマイク全般に言えることなんですけど、まあこういうダイナミックマイクは直接でケーブル挿してこう音を取り込むオーディオインターフェースっていうのに、まあ突っ込んでも録音しても全然大丈夫なんですけど、できればねこうマイクプリアンプとかミキサーとか通してそのオーディオインターフェースに入れてあげると音のレベル調整がしやすかったり、そのマイクプリ自体のこう音の個性とかもあるので、こう録音のねクオリティがやっぱ上がるんですよ。なんでこうちょっと1個手間かかるかもしれないですけど、その質を上げたいなと思ったらそういうのも手なんで、一度試してみてもらえるといいかなと思うんですよね。ミキサー1個あるだけでも全然違うんですよ。やっぱりその音作りとかするのがもう圧倒的にしやすくなったりするので、それがやっぱりねこうおすすめです。まあインターフェースで全然できないことはないんですけど、もっとこう直感的にそういうハードを1個かますと直感的にやれるんでね、すごいこう録音クオリティはね格段に上がりますよ。おすすめです。じゃあね、またいつも使ってるこのロードのワイヤレス GO とゼンハイザーの ME4N のラベリアマイクの組み合わせとこの SM57 と聴き比べしようと思います。じゃあ準備してきますね。はい、じゃあね、準備ができたんでやっていこうと思います。まずはこれからねいきます。ワイヤレス、いつも使ってワイヤレスマイクからいきます。こんにちは、音楽プロデューサーの安本慎吾です。こういう時期ですが頑張っていきましょう。はい、じゃあ次57に切り替えますね。はい、これ57です。じゃあいきます。こんにちは、音楽プロデューサーの安本慎吾です。こういう時期ですが頑張っていきましょう。はい、
ワイヤレスに切り替えます。はい、今ワイヤレスでこれでやってますけど、どうですか、違い分かりましたか？ SM57 すごい良くないですか？僕今ちょっとびっくりしてるんですけど、かなり良かった。もう一回やってみますね。じゃあまたワイヤレスからいきます。こんにちは、音楽プロデューサーの安本慎吾です。こういう時期ですが頑張っていきましょう。はい、じゃあね、次また57に切り替えます。はい、今57に切り替えました。いきます。こんにちは、音楽プロデューサーの安本慎吾です。こういう時期ですが頑張っていきましょう。はい、ワイヤレスに切り替えました。どうですか、なんか違いくっきり出ましたよね。僕もこれで聞いてましたけど、すごい57めちゃいい、めちゃくちゃいい。なんか前回やったその M80 と比べても中域はしっかり出てるし、ハイも結構綺麗に伸びてるし、ローはうまくそこそこカットされてるし、すごい聞きやすいですよね。なんかやっぱりさすが、これずっとみんなが使い続けるだけのことはある、すごいいいマイクですね。ちょっとかなり今衝撃を受けてる僕、本当に。なんかこうギターアンプでしか使ってなかったから、もうあのジャリジャリした音しか印象なかったんですよ、ぶっちゃけね。だからどうなんだろうと思ったけど、この声拾ったらすごいいいですね。また今これワイヤレスで喋ってるんですけど、これも中域がねボワーンとしてるし、ちょっとアンビ入ってて、まあ悪くないんですけど、もう一回これに SM57 に切り替えますね。はい、これ57です。めちゃくちゃ聞きやすくないですか？なんかね、ローはやっぱりすごいカットされてて、こうもうここの段階でカットされてますね。だからすごい聞きやすいと思うんですよ。でもこうミッド真ん中のあたりがちゃんとしっかり残ってて、ハイも取れてるので、だからやっぱ結構いい音で取れてるんじゃないかなって印象ですね。こう声で喋っててもちょっとこう物足りなさみたいなのあんま感じないですよね。前回の M80 はね、これだけで聞くとやっぱ若干の物足りなさっていうのは感じたけど、今これねオンだとこのくらいしっかり聞こえるんです。これオフにしてみますね、このくらい。まあこれでも、あ、アンビはちょっと拾ってるけど結構しっかり集音してますよね、うん、だからなんかこうふくよかさっていうことではないけど、その原稿らしい、原稿でもすぐにパッて使えるその機動力のあるマイクっていう感じなんですかね。やっぱこうライブとかだとこう本当に繊細なものよりは故障にも強くて、ある程度こう強度もあって、こう荒く使っても壊れないとか、そういうのもすごいやっぱ大事だったりするから、こう繊細な音だけ取れるだと、そのスタジオのコンデンサー使えばいいわけだし、でもこういうライブとか外で使うことが多いマイクとかだと、やっぱりこうそういうこうどういう、 こう厳しい現場にも耐えうる強度とかの他に、この音のクオリティが担保されてるっていうのがすごい大事だと思うんですよ。っていう意味でこの SM57 って今すごいなと思ってるんですよね。音の感じがやっぱりすごいいい、なんか聞きやすいですよね。ダイナミックマイクらしいなんかこう強さがあるというか、57、58でもこんな印象ではなかったんだけども、すごいいいな。もう一回このワイヤレスに切り替えますね。違いを聞き比べてみてください。はい、切り替えます。これワイヤレスですね。ほら、これで比べてもやっぱハイは全然こっちの方が綺麗に伸びてますよね。まあこの距離はあるにしてもですよ。なんですごいこうマイク自体の特性っていうのはやっぱ面白いぐらいありますね。これを聞いた後にこのワイヤレスシステム聞くと、やっぱこっちの方がなんかこもって聞こえちゃうし、うん、なんかこうアンビもあるしね。まあこれはこれで
いいんですけど、やっぱりちょっとこの57の音の集合の仕方っていうのはやっぱすごく良かったなって気が、これと比べてしまったらこっちはちょっとローカットしてあげないといけないかなっていう感じですよね。ちょっと今ローカットしてみましょうか。これね、これでローカット今入れたんですけど、まあこれだと多少聞きやすくなりますよね。まあこういうちょっと感じを一つ入れていけばっていう感じですよね。はい、これ戻しました。なんで結構これもミッドローはそれなりには取れてるからすごい良いとは思うんですけど、こっちと比べるとそのハイが抜けてこない。でもこっちだとあの SM57 だとこのワイヤレスシステムほどローは入ってこないので、これをどう捉えるかですよね。こういう動画だとローははっきり言ってそんないらないけど、歌とかで撮るとなるとやっぱりローとかミッドの成分欲しいしっていう、まあだから環境とか使い方用途によりますよね。じゃあまたこの SM57 に切り替えますね。うん、これ57です。まあ SN もいいしね、すごいなんかやっぱ聞きやすいですね。まあさすがですよ、シュアーはやっぱり、うん、こんだけこうしっかりダイナミックマイクで芯のある音が取れるんだったら、なんかこうこのくらいだったら持ち歩いてこういろいろこうテレワークとかでも使えるとね。僕も最近テレワークとかこうオンライン会議すること多いんですけど、やっぱこうみんなやれるやれるって言ってもやっぱその人のそのネット環境にすごく依存するから、音がねやっぱ聞き取りにくかったり遅延が出たりするわけですよ。そうなるとね、もう会議もうオンライン会議めんどくさいなってやっぱなっちゃうし、実際やってても言葉が聞き取れなかったら今何回何て言いましたみたいなこと何回もこう聞き直さないといけなくて、やっぱりこうあまりこう進んでオンラインやらなくなっちゃうような気がするんですよね、結果的に。やっぱりなんでそういう意味でこういう状況でこういう今オンラインでやろうっていうテレワークやろうっていう風になってる時だからこそ、やっぱこの意思を伝えるための声っていうツールはもうとにかくここに金かけなきゃいけないんじゃないかなと思うわけですよ。まあといったってこれも1万ぐらいですけどね。これが1本あるだけでやっぱ全然多分聞こえ方違うと思うし、ちゃんと電子会オンライン会議やってもちゃんと言いたいことは伝わると思うんですよ、こうね近づけば。まあこうやってオフでも全然大丈夫だと思うし、そのマイクもやっぱりこう、なかなかねそこにこうお金をかけようっていうね、最初やっぱカメラとかそっちにやっぱりどうしたって行くから、こういう YouTube で動画作るとかってなるとねそっちに行っちゃうから、まずそこで機材いっぱいいっぱいになるんですけど、絶対その後に音のクオリティ、録音のクオリティ、集音って絶対その問題出てくるんですよ。で結構その音のクオリティがなんかいろんなものの差を分けるような気がするんですよね。音ってやっぱそういうもんなんですよ。こう目には見えないけど結構音でいろんなものが決まることってやっぱ多いような気がしててね、っていうのを思うから、ってなるとやっぱりそのこういう動画撮影でもこうマイクっていうのはすごくなんか大事なんじゃないかなと思うんですよね。という意味で今回まあ何回かにわたってダイナミックマイクやりましたけど、すごい面白かったし、その僕がねヴィンテージとかで最初やってたやつはやっぱ高くて使い勝手もそんなパッパッパッと使えないから、そのヴィンテージだしね、だからなかなかこう入手するのも難しい、保管も難しいけど、こういうマイクなんで本当どこにほったらかししてたって全然全く問題ない。本来はねちゃんとこうデシケーターとかに入れてきちんと管理した方がいいとは思うんですけど、でもそのくらい強度のあるマイクなんですよ今回現行の多分ダイナミックマイクって。だから外でも持ち歩いてでもこう
こうやって使うだけでも全然やっぱ違うし、だから本当こういう動画をやる人にもやっぱダイナミックマイクおすすめだと思う。ちょっと今度ね SM ごっぱち歌の方でもちょっとすぐやってみようと思うんですけど、これめちゃくちゃいいです。ちょっと本当びっくりしてます僕。なんでちょっとマイクのこととかね結構気にしてる人あったらこれおすすめかもしれません。すごいちょっと一回試してみる価値ありだと思います。というわけでね、今回の動画面白いと思ったらチャンネル登録とかいいね高評価お願いします。じゃあまたね次回ちょっとマイク編はちょっと続けていこうと思うんで、まだたくさんあるんでねやっていこうと思うんで次回お楽しみに。じゃあまたねー。